聖子、聖子、聖子！大変。足、大丈夫かな？やばそう。でよく見えないし、どうなってるのよ。ここやっぱり学校なのかな。それにしてはなんか妙に机が小さい気がするんだよね。小学校みたい。小学校って、まさか。どうしたの？壁にプリントが。天神省連絡通信って。天神小学校。私たちの学校、如月学園が建つ前に取り壊された廃校じゃない！いやー！何なの！私たちどこにいるの！？みんなは、先生はどこに行ったの！？落ち着いて、聖子！聖子も私も手を握り合ったまま声も出せなかった。歯がカチカチと音を立てるほど全身が震える経験なんて生まれて初めてだったから。頭の中がふわふわして、今自分たちの置かれている状況を整理して考えることができない。悪い夢かと期待してもちっとも目の前の景色は消えてくれない。ただ静寂が苦しい。ダメだわ。ダメ。黙ってると。ねえ、何が何だかわからないけど、とにかく学校の外に出てみない？外に？このままずっと震えていても何も解決しないと思うの。でも窓も開かないんだよ。硬いとかじゃなくてガチって空間に固定されてる感じ。外になんて出られるのかな？
ええ、だけど玄関とか非常口とかあればそこから外に出られるかもしれないじゃない。そうだね。じっとしてたらおかしくなっちゃいそうだし。よし、とにかくこの部屋を出ましょう。私たちだけじゃなく、ひょっとしたら。みんなもいるかもしれないし。みんなと一緒なら、なんとかなるかもしんないね。ええ。確証も何もない話。私もパニックってただけかもしれない。でも、じっとしてると、私も悲鳴を上げそうで、必死に強がってみせた。忘れてたけど、さっき転んだ時捻挫したみたい。大丈夫？なんとか歩けるよ、平気。無理しないでね、肩貸してあげる。ほら。うん、ありがとう。なるかな。相当ボロボロだけど。あれ、このろうそくなんか見覚えある。小学校の校舎なんだね。うん、ユウたちお腹空かせてるかな。そっか、セイコんち今お父さん帰り遅いんだっけ。うん、なんせほらうち兄弟多いから家計がね。父さん頑張ってる間私が主婦やんないとね。ユウくんたちまだちっちゃいもんね。聖子偉い。女子高生にしてお母さんだ。
なんかそれ微妙。早く帰ってあげないと。てか、ナオミもだよね。お母さん一人で待ってる。絶対帰ろうね、ナオミ。なんとかなるよ。え？で開く感じじゃないみたい。せっかく玄関まで来たのにね。別の出口探してみよっか。そうだね。ナオミ、あれ骨じゃない？人の？いやー！なんなの？なんで、なんで人が死んでんの？あ、待って、確かめてみるわ。本当に人の骨かどうか。やっぱり骨だよ、人の。いやー！聖子！君たち、君たちは新しい犠牲者か？人邪魔！あなたは？君たちと同じように無理やりここに監禁されたものだ。知ってるの？ここのこと。ここは恐ろしい力を持つ怨霊が作り出した呪われた異次元空間。いくつもの空間が重なり合う。多重閉鎖空間さ。君たちも我々も運悪く手にかかった誘拐の被害者というわけだ。多重閉鎖空間？そうだ。君たち二人の他にもここに連れてこられた者が何人かいるみたいだね。え、まさか本当にみんなもここに無事なのかしら。心配。みんなもこの学校のどこかにいるの？何人かは私にはわからないが、君たちと同時に連れてこられた人間が数名。この学校に確かにいる。やった！ナオミ、みんなも一緒だよ！持田くんもきっといるよ！よかったね、ナオミ！だが、会えない。この学校内に確かにいるが、存在している次元が違う。再び仲間と会いたければ、同じ次元に存在する方法を
見つけなければならない。そうすれば脱出はできなくとも、せめて一緒に死ぬことくらいはできるかもしれないな。そんな、どうやったら帰れるの？怨霊って何者なの？どうしてこんなことを？わからない。彼らの目的も、ここから抜け出す方法も。だが、頑張れるかもな。君たちは一緒の次元に存在できただけ、まだ幸運だ。頭が二つあれば、発想も広がる。なんとか脱出方法を見つけ出すんだ。私たちのようにならないでくれ。とかなんとか信じられないんだけど、本当に現実なのこれ？でも人魂とかいたし、あんなの初めて見た。聖子も見たんだよね？うん、話もした。わけわからないけど、ただ校舎を出れば家に帰れるなんて簡単な状況じゃないのは確かなのかも。大丈夫だよ、明るく行こう。